はい、最近動画更新ですね。完全にサボってますね。もうね、ただいま、2019年6月18日の7時43分ですか。まあこれはまあ、はやぶさですよね。言わずもがなの。これね、教習所で見たんですよね。まさか教官乗ってんのかな？いや、教官ではないと思うんですけど、教習所に泊まっててビビりましたね。まあ、撮影はしなかったんですけど、これはまあ、鈴木のホームページですけど、まあ、はやぶさもいいですね。まあ、私が乗ると吹っ飛ぶと思うんですけど、まだ、まあ、はやぶさはね、大型まだ免許取れてないですから、普通二輪で、来週、再来週ですか。本当はね、今週取れたんですけど、あ、再来週じゃねえか。来週にはもう取れるんですよ、自動、普通に。で、まあ、毎日毎日、バイク、パーツよりもね、グローブとかね、ジャケットとかね、スーツとか、そういうの、毎晩毎晩、徘徊してますね。あと、YouTube で、ホワイトベースの館内放送とかね、そこら辺の保険とかね、危ない車ベスト5とか、危ないバイクベスト5とか。まあ、あれ勉強になりますよね。二宮さんですか。で、だいぶ、まあ、バイクも何買うかっていうので、今日ちょっとヤマハ YSP には行ってきたんですけど、もう大体決まりましたよ。はい。まず私今一番欲しいのはこの2軒、この GT、これですね。車両で178万2千円ですか。まあ、2019年3月、あ、予約開始でもう受注生産で、これやばいですね。これめっちゃかっこよくないですか、これ。めっちゃかっこいいです、これ。やばいです、これ。やばいっす。でね、家族用の乗用車、新車買わずに、自分のこの趣味用のバイク行きます、私。はい。はい。車はアイスのままずっと行きます。まだまだ行きます。はい。で、自分だけこれを乗るというとんでもない、人気人な親父ですよね。はい、すいません。それがね、これ第一志望なんですけど、次、まあこれポピュラーにこれですよね。 YZF-R3、 YZF-R25、 これもかっこいいですね。試乗はしてこなかったんですけど、はい。乗ると無免になりますから、捕まりますよね。バイク屋の親父に内緒で あたかも 免許持ってるような感じでね、話してきたんですけど、やばいですね。で、やっぱりこれですね。これは昔からの憧れで、いつか乗りたいなーって思ってましたよね。VMAX って、ホンダだと思ってたら、ヤマハなんですよね。はい、すいません。バイクの知識ちょっとなさすぎですね。で、まあ仮予約はもうしてきたんですよ、実は。で、これちょっと名前わかんないんですけど、かっこいいですよね。これもいいですよね。これまあお客さんの車ですね。触れるなっていうので書いてありましたけど、まあこれでもいいんですけど、まあ街乗りいいですよね。これも何て言うんですかね、全然わかんないんですけど、もうね、本当に免許、バイク乗りたくてたまんないっていうね、もう高校生、大学生のもう頭の中になってます。はい。もういい年こいた親父がね、もう狂っちゃってますよ。はい。まあそんな感じなんですけど、一応ね、何買ったかまた言いますからね。ええー、とか言われてもちょっと困るんですけど、まあ一応そんな感じです。はい。はい、もう完全なただのブログですよね。この動画見て何か役に立ったとか何もないです。すいません。本当申し訳ない、それは。はい。VMAX もいいですよね。この怒涛の加速したいですよね。はい。ねえ。あ、でも、この中じゃこれ乗りたいです、私。この、二軒 GT ですか。これかっこよすぎますよ、これ。なんか YSP の親父はこれね、やっぱり扱わないみたいなことは言ってたんですけど、まあ受注みたいですよね。はい。7月31日にて終了。これやばいっすね。
ちょっと一括じゃちょっと買えないですね。この遊んでるお金ないんで無理ですね。100、まあ、実際にはですね、これローン組んだら殺されますよ妻に殺されます。はい、やばいですね。でもこれちょっとこれやばいっす。これやばいな、これ。はい、まあそんな感じです。来週中にはまあ落ちないでしょうね。はい、試験一本橋落ちてアウトとかね、スラロームでパイロンに接触して一発アウトだったらちょっと困りますけど、もう免許取る前にもう納車してもらおうかなとは思ってるんですけどね。はいね、本当はこれ欲しいんですけど。はいはい、よくわかんないブログでした、すいません。はい、現状報告ということで、はい、じゃあ今日もありがとうございました。